以下の通りです。バトラは私の室内探索中、クローゼット内に隠れていました。そしてバスルームの騒ぎの間にチェーンを外し、室外へ脱出しました。この時廊下にはカノンが待機していました。カノンは入れ替わりで客室に入り、チェーンを施錠しました。これがバトラ失踪のトリックです。そしてその後彼はベッドルーム内に隠れました。私がベッドルームに不審者がいないことを確認した後のことですので、それは有効です。よって救出者カノンはベッドルームに潜伏しています。ベッドルームにカノンは存在しない。次が本命です。これが並び立つ真実を知り得た人間の答えです。どうやら幻想物語では第二の晩までが終わってるみたいですし、ならば私が残りの晩を遂行して黄金鏡への扉を開いてあげましょう。あなたが負けて消えるならば、それは黄金のバラに包まれてがふさわしい。ベッドルームを否定したならば、もう逃げ場はここしかない。死ね、カノン。これが私の暴く真実です。以上。
客室に。カノンは存在しない。もちろん。クローゼ、ベッドルーム、バスルーム、この全てにおいてである。カノンはバトラーを逃がし、クローゼットに隠れ、そして魔法にて消えた。それが魔女の真実。以上だ。勝負ありです。それ以上は勝者ベアトリーチ。ひでえトリックだ。こんなので通ると思ってんのか。こんなトリックじゃまた人間どもが、こんなのミステリーじゃねえって騒ぎ出すぜ。いいえ、立派なトリックです。愛がない人には見えないです。バトラさん、バトラさん。第3度概念否定症、存続系中和剤は不可。大至急の最短承認でのみ中和可能。駒の主の最短承認が必要なり。ベロンカステル卿、最短のご許可を。ベロンカステル卿、どちらに。式典警備隊に捜索要請。ベルンカステル卿を探したまえ。了解であります。オールシエスタ、データリンク、捜索体制。卑劣。主が駒の決闘を見届けないなんて、卑劣がすぎると知れ。悪魔たちよ、彼女の高潔なる散り際をどうか語り継ぎたまえ。高潔悪役ってのはきっちり無様に散って主品を盛り上げなきゃです。ヘリカ卿、動いてはいけません。下がりなさい。下がれ。私は真実の魔女フルト・エリカ。真実の魔女とは真実に耐える魔女です。私はようやく自分の本当の真実を受け入れられそうなんです。
エリカ教、もう決闘は終わっています。終わってないんだ。血が二人を分かつまで誰にも彼女の散り際を汚せない。エリカ、復活おめでとうございます。あんた城南の層を持ってますよ。ろくな女に好かれやしない。そうだな、俺もろくな女に惚れねえな。ベアト、いいえ、あんたたちに頼みが。もう人たちを望むのですか。エリカ、受けようぞ、そなたの高潔なる申し出を。断る部水をわらわたちは持たぬ。ありがとう。もう決着してるのに、これ以上何の論点があるというのです。エリカ様、私はなぜ何の力にもなれずここに。見届けなさい、それが親友の仕事でしょ。最後に自己紹介しとこうと思いまして。ベアト、いいのか。はい、構いません。わかった。せめて最後の引き金は一緒に。わかってるぜ。バトラさん、会えてよかった。俺たちは永遠にずっと一緒だ。あはっ、イチャイチャと見せつけてくれます。イラついてきてたんです。やっぱお涙で退場は私の好みじゃないです。やっぱ悪役は最後の最後までこういう面でなきゃ。いい面構えだぜ。お前との結婚生活もヘドが出るくらい楽しかったかもな。当然です。毎日のけぞらせまくってベアトさんなんか忘れさせてあげるくらいの快楽の世界に閉じ込めてあげたのに。ははお前ごとき小娘、バトラを虜にするにはまだ千年早いわ。ああ、あんたの顔もそれが一番キュートです。お互い最後はこういう顔がいいですよね。恋、これが探偵フルドエリカの最後の捨て台詞、そして自己紹介です。そして自己紹介です。
探偵フルドエリカと申します。招かれざる客人ですが、どうか歓迎を。我こそは来訪者、ロッケン島の18人目の人間。申し訳ないが、どなたを迎えて。17人だ。信じない、今も語りかけて in your heart、 それでもずっと信じない、愚か閉ざし切った愛情が私を悪い魔女に戦り立てる。ああ、彼と夢見た奇跡は奪い去られ、信じない、そばで見透かされる Betty My 奇跡はずっと起きない、夢を探し出した黄金